そしてここから三角門進化が止まらないっていう部分ですね、お話ししていこうと思うんですけど、はい、このデータでやっていきましょうか。もう一気にいきますね。例えばまずは穴埋めっていう機能が新たにつきました。三角門の穴埋めっていうコマンドができましたので、もう見てそのまんまなんですけど、例えば中の点群がないようなところでこういう穴が開いてしまったっていうところをポチッとクリックすればパッと作ってくれる、こういう機能です。簡単に穴埋めができましたね。で、あとは前回のバージョン10の時にこのくり抜きっていう機能がなかなか使えますよっていうのを私声を大にして言ってたと思うんですけど、このくり抜きの機能がさらに進化しております。例えばこのように計画の盛り土が現況にぶつかった状態になってますけれども、従来のくり抜きのコマンドの場合っていうのは、これをくり抜きますよってした時にはちょっと実行してみますね。こうなってしまうんですよ。現況の茶色いデータを判定対象にした場合には、この領域の中に入っているものだけ残しちゃうんですね。なので、その外にいるデータが消えてしまうなんていう風なことがあったんですね。なので、こうならないように、ちょっとダミーで現況のデータを大きく包括するような感じで作ってしまうみたいなことやってたんですけど、それをしなくてよくなりました。こちら。交点判定用三角網の範囲外にある面を残すですね、こちらのチェックがつけれるようになったので、ぶつけたいところだけぶつけてそれ以外は残すみたいなことができます。こんな感じで外側は残りましたよね。このような形で現況に合わせて計画をきれいに整えるっていうのをくり抜きで簡単にできるようになりました。そして計画面を整えるというか、現況とぶつかるだけじゃなくって、計画対計画ですよね。これ道路面とこういう造成部がありますよっていう風な時にも、これも同様にいけるわけですよね。今度は造成部を道路にぶつけて範囲外も残しますよってしてあげれば、これだけで綺麗に造成部分をまずくり抜けました。で、同様に道路部分、まだ糊が内側にありますので、こっちもこっちでくり抜いてしまいますね。これで、どうでしょう。道路部もきれいにくり抜いて、造成部がこっち側にいてっていう形で、お互いがきれいに噛み合った形状になりました。で、せっかくなんで、このデータこのまんまですね、ICT 天気なんかに入れてしまいたいと思いますので、合成してしまいたいと思います。合成のコマンド、これはまあ前からあるコマンドですけど、面のデータ2つ選んで合成実行ってしてあげれば一塊のものにもなってくれました。これで合成はいいんですけど、これをやった時に一つだけ気をつけないといけないことがあって、何かっていうと、ICT 研究詳しい方ならご存知かもしれないですけど、面の不整合がこれ起こってるんですよね。この造成部は大きい三角形で作られているけれども、こっち側の道路部の糊はちっちゃい三角形で集まってますよね。で、本来はこの三角形同士の交差点っていうのが綺麗にお互い共通してなってないと不整合な面として、ICT 研究でうまく反応できなかったりするんですよ。で、こういったのすごく気をつけないといけなくって、シビアにいろんな修正を必要とされるケースっていうのは今まで多かったんですけれども、ここもですね、このトレンドポイント正規化っていうコマンド、これ前のバージョン1個前からあったとは思うんですけど、これも強化されてまして、こういう不整合だったりとか、近くにある交差点を合体させたりとか、細長い面を削除したり、つながってない外周隙間を埋めたりとかですね、といったようなことを一気にやってくれます。これチェックって押すと、まず教えてくれるんですよね。こんな形で、ここの三角も、つながっていない外周が存在しますよ。要は、こっち側と噛み合ってないんですよ、っていうことですね。こういった形で、全部調べてきてくれまして、最終的にこれを確定って押してあげれば、正規化を行ってくれます。そうすると、わかりますかね？三角形が刻まれたと思うんですよ。このような形で、綺麗に接合をした三角部の計画のデータとして今仕上げられました。これをランド XML で機械に持ってくるみたいなことができるわけですよね。あとはまあせっかくなので
この状態のものを勉強とぶつけておきましょうか。さらにクリーン切れ、これで実行。これで完璧に綺麗に現況に合わせて整った状態、かつ道路部と造成部を合体させた一つの綺麗に整合した三角門のデータとして出来上がりました。素晴らしいですよね。記念に動量計算しておきますか。現況と、この計画の度量計算をしてあげるとこんな感じですね。でメッシュのモデルだけにしましょうか。いかがでしょう。切り度ゼロって言ってますよね。まあ、綺麗にも盛り土のみって言ったりしましたので、まあ、こうすることによって正確に数量が欲しい部分だけ取れたりとか、あとは現況に綺麗に止まった状態のデータになってますので、あの出来型評価をやったりするときなんかも微妙に飛び出してて変な異常値出たりすることもないかなと思います。素晴らしいですよね。こんな感じで恐るべしトレンドポイントなんですけど、三角門もだいぶやれるようになってます。来るとこまで来たなって感じですかね。で、三角門をついでにお話しすると、最初の方にお話ししたこの傾斜で表示できますよっていうこの機能なんかも使ってあげれば、今自由にこう編集していった三角門のデータが勾配大丈夫かなっていう風なの、チェックすることもできるわけですよね。マウス当ててあげれば縛り勾配になってますよとか、でそれがちゃんと色でこうやって見れるようになってますので、ちゃんと正しくできてるねっていう風なのの確認にもこの傾斜の色分け使えるかなと思いますし、あとは例えば設計データもらわれたりとかした時にですね、この傾斜の色分け使ってあげるとちょっとしたチェックにも使えるかなといったようなことでございます。一通りちょっと今説明していったものですね。穴埋めができます。くり抜きが来るとこまで来ましたですね。そして正規化、面の不整合を正してくれます。そして色分けも現況だけに限らず計画面でも活用できるんじゃないかな、いったようなところはこの三角門のお話でした。